4人終わったところで第3位です。中国のハン・テキ、個人総合には決勝には残れませんでした。昨年の西ドイツ世界選手権では個人総合17位。さあハン・テキ1本目、前に詰まりましたね。まあ、ここまでの韓国のイ・ヒギョン、それから北朝鮮のチェ・ユンヒョル、中国のチン・スイテイ、日本の小菅麻里、同じようにあのロンダードから、伸身で1回ひねってきましたね。この飛び技はどうでしょうか。ちょっと着地姿勢が低いですね。はい、やはりどちらかというとあの着地は前にかかるよりもですね、ちょっと後ろに行くぐらいスピードがあった方がいいと思いますね。このハン・テキは団体戦の時に 9.90 という全選手の中で2番目に高い高得点を出しました。去年の西ドイツシュトゥットガルトの世界選手権種目別決勝、この跳馬に出てきまして第7位でした。段違い平行棒ではあの時に10点満点を出しまして、ルーマニアのシルバシと同点優勝でした。出まして1回目 9.850、 現在のところ一番高い得点を出しています。これから2本目は、前転の、それから前中のようです。やはり行く前からねちょっと自信のなさそうな顔してますね。これもどうしたんだろうという照れ笑い。あのウォーミングアップの時からなかなか飛べなくてですね、自信がなかったんじゃないでしょうかね。はい、しかし迎えるコーチたちがこういう表情で、かなりこの後あの段違い平行棒も残ってますからリラックスさせようという意識がありましょうが、後ろに尻餅をつくということはあのここの蹴りが弱いんですね。もう少し強く蹴ってあの着地の姿勢を取らなきゃいけませんね。やはりどうしてもあの足を前に出してしまうもんですからね、尻餅をついてしまいますね。153センチという中国の選手の中では一番身長のあります、このハン・テキ。3人失敗しましたでしょ。3人失敗しましたね。あのですからね、非常にあの前方蹴って難しいんですよ、着地が。ですから小菅さんはねひねった方が良かったと思いますね。あ、結果的に言えばね、これこうやってあの跳馬の得意な選手が8人、まあ、ここまで、5人出てきたわけですが、そのハン・テキの得点が出まして平均得点 9.5